はいどうも皆さん、ようさろう、かけまるです。今回からこちらのゲーム、夜回り、実況プレイやっていきたいと思います。えー、こちらのゲーム、2015年に日本一ソフトウェアさんから発売されました、PSB 対応ソフトとなっております。えー、ジャンルは夜道探索アクションってことなんですけれども、まあがっつり、えー、ホラーの雰囲気が醸し出されていますので、そういうのが苦手な方はご視聴控えください。 え私はですね、このゲームが発売された2年前ね、当時、えー、からですね、ずっと気になってたんですけれども、まああの、ちょっと温めておいたゲームですね <laughs> だから。結構いろんな人が実況してたっぽいんだけど、まあ,あの頑張って我慢してね、見ずにいました。で、ついにね、ちょっと今回やろうっていうことで、早速、始めるからやっていきたいと思います。それでは、スタート。 かなこれが主人公でねたぶんね女の子ポロややっぱり戻ろう行くよポロポロおうおおお 方向キー左スティックで移動しますあっできる移動えっポロかわいい犬だねこの子が主人公なんだねこのタイトルタイトルじゃないあのこのゲームのパッケージのさあのー、とこにも後ろ姿が載ってるんだけどあでもなんかこの特徴的ななんだろうウサギみたいなリュックは背負ってないのかなってあー背負ってたわ <laughs> 背負ってたわとりあえずこう走ったりなんか調べたりはできないっぽいな R ボタンを押しながら移動で走ります。走れたわ。ごめん。お、あ、走れる。なんだこれ。なんかバーが出るな。お、おー、来た何今、え明らかに今なんか通ったよね。あ、セミ。え、雰囲気は素晴らしく好きなんだけど。あ。日暮らしも泣いてるよ。え、めっちゃいいんだけどこれ。めちゃめちゃ、この、 環境音すごく好きなんだけど。ま、ま、とりあえず、とりあえず進めていこうか。L ボタンを押しながら移動,移動で平行移動します。あ、なるほどなるほど。なるほどね。こっち向いて、こう、あ、はい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 。オッケーオッケーオッケー。固定できんだね、向きが。わかった。この下のバーは何なんだろうか。さっぱりわかんねえな。んあ、石。視界内にアクションが、あ、ごめん読めなかった今、ごめん。 え、な、え、わかんない、見てない。とりあえず石、ハテナ出てるね。あ、アクション対象に近づくと、ハテナはびっくりマークに変わる。えー、表示されてる間は、丸ボタンでアクションが行える。あ、拾った。ふふ、小石拾った。アクションする対象に、あ、あもうわかんない、わかんない。早い、早い、早い。ふふ、アクションしてみよう。三角ボタンで使うアイテム。あ、いや石一個しかないけど。石一個が三つあるけど。丸三角、四角、ツのいずれかを押して決定。はい。 相手もしよう。はい。なるほど。はっえええなんでなんでえあっえ嘘え え、どこ行くのえ、ちょっと待って、ポロはポロえ、待ってえ、追いつかないんだけど頭が。あ、トロフィー。いや、違う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 。待って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 。あと、トロフィー表示はな、ごめんなくすわ。え、次回からなくします。え、待って、違うよ。え今、たそがれって書いてあったけど。あ。いやいやいや、なんで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 。誰、お母さん おかえりあれポロはどうしたの逃げちゃったのあ違うわお姉ちゃんかななんか制服だねセーラ服だ私探してくるお家で待ってて。 必ず連れて帰ってくるから。え、違う、違うよ、違う。やだ。大丈夫。私一人でも見つけられるから。違うんだよ。えー、逃げたんじゃないんだよ、多分。てか絶対そうだよ。お姉ちゃん、遅いな。 探しに行こうえ、それはそれで危ないぞ。え、え、めっちゃ夜更けだけど。え、ずっと待ってたってこと、外で。始まったのか。じゃ、メニューとか見れる。おぉ、びしょ。お姉ちゃんを探そう。これ、マップか。埋まっていくのかな田んぼ、空き地、プール、学校、鶏小屋、焼却炉、ゴミ捨て場。結構細かいの、空き地。はいはいはい。ここが、おうちかな、後ろは多分。たぶんこれ、私、公園、踏切、神社、商店街、 あ、林か。はか、はかしに見えたわ。こんな感じか。うん。あ、まだあるわ。橋、工場。え、広いマップがすごい。え、マジか。ノートを開く。あ、あ、日記を見る。え、宝物を見る。あ、これか宝物か。アイテムってことかな。キーって書いてあるけど。なるほど。こうもっきり変え。あ、キー、コレクト、ユーズ。あ、小石。あ、なるほど。 なるほど。アイテムだね。うん。オプションは特に大丈夫。こんな感じか。これが、犬用のお家だ。今、中にポロはいない。ポロ。え、え、これ、え、待って、これはさ、この女の子は、掘ることができそう。掘れにはスコップがいる。砂場にないかな砂場。さっき公園あったね。え この女の子気づいてないってことなのあ、こうやった。とりあえず、行くか。えー、暗いんだけど、走るか。あ、あ、塞がってる。ここから先は行けないみたい。マジか。なんか奥に、なんかろうそくみたいなのが揺らめいてんな。とりあえず反対側から行ってみるか。んんあ、細かい。すげえこれ。 走りながら上通るとカンっていう細かいな。すごいね。ほら、あえ、怖こういうさ、夜にひ、光の少ない夜に、ね、点々と光ってるこの街灯とかさ、こういう自販機とかってちょっとこう、魅力的だよね。調べられないけど。掲示板とか見れんのあ、見れる。犬の鳴き、えー、犬の鳴き声による騒音被害が多発しております。 ベッドは飼い主が責任を持ってしつけをしましょう。ああ、なるほど。こう別の家だね。とりあえずこれはこうやって回っていけばいいっていうことだよね。いくか特にちょっと待ってマップ見よう。そうだ。あ、やっぱ埋まっていく感じだ。マップがオッケー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 。今なんかいたな。 え待って、えええああ、あした。あ街外灯だった。ごめん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 。こう、ほら、この角度外灯の上明らかになんかおかしく見えんじゃんごめん。外灯じゃねえ。ね、電柱だ。ごめんごめんごめん。めちゃめちゃ間違えろ。一応焦って。え、外灯、オレンジだね、すごい。も、ま、う、あ、さすが LED とかではないと。こっから先も行けない。もうちょっと遠回りしなきゃいけないのかなあお、あっ、あ,あえ,え <laughs> ああぶした。なになに あ、今自動で行くって、あ、これ、逃げろってことか。わかったわかったわかった分かった。ちょっと待って。あ、あ、待って、いる、まだいる。どうしよう。え、どうしよう。あ、いけない。どうしよう。待、ま、って。あ、消えた。消えた。あ、消えた何何何で何でえ、何で,何で,なんで待って。あ、ちょ、汗がやばい。待って、急に、何あ、始まる、えもう、待ってくれ。ちょっとごめん。一旦説明書を読んでおきます。ごめんなさい。 はい、えーとですね、パッケージの裏に出現する恐怖を回避し、探索を進めますって書いてあるんで、多分今のをこう回避しつつ行くんだと思うんだよ。えちょっと今、この多分走力このバーのゲージは体力であり、で、走ってる間は、これなんだ音とかかなあー、び、う、っ、ん、しょあー石ー、石だー。あ、石2個になった。あ、またいる。やばないこれ、なんか、 どっくんどっくんが止まれば大丈夫なんだねちょっとこうめきたいんだよでもこっち行けないよねいやこれ走ってよければいけるかいけいった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 ,行ったよし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 ,よし完璧じゃん そういうことね。わかったわかった。回避しつつ。あ、ここも塞がれてる。え、めちゃめちゃ公園までの道塞がれてる。どうしよう。で、この木の影が怖いんだけど。ちょっと、姿見えるようにしとこうね。あ、こっち行けそう。あ、こっち行けそうだ。ちょっとあんまり、ダッシュ多用しないようにしようね。うん。あ、いる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 。え、しかもまた塞がれてるけど、これ、こっち行け。あ、こっちも行けない。え、ダメじゃん。 待って、公園に行けない。え絶対砂場って公園だよね違うのかなダメか。ちょっと他当たってみるか。じゃ、ちょっとこの左上行ってみるか。これはあ,あ、浮所えな、なにえあ隠れてんのかなるほど。ああいう明らさまな障害物っぽいやつには隠れられるんだね。ていうかなんか、 いい感じにこ、なんていうの、この、ついたてがあるから、ない方向に進んでいったら、ストーリー進むんじゃないかっていう、そういう考えで今ちょっとこっち進んでるけど、大丈夫かんこっちっぽいな。ん待って、怖い。あ、でもなんか、なんか来たよ。あ、空き地だ。空き地か。空き地砂じゃん。 あまたなんか掘れああお姉ちゃんびっくりした私を探しに来たのこっちに来てこの草むらに隠れて目をつぶってえ何があっても目を開けちゃダメ 何があってもよ。分かったえ、運しかないけど。え、待って、なんで急にとりあえず分かった。<noise> お姉ちゃん何の音丸ボタン押してください。お手伝いくそさい。え、大事なとこで噛んだ。押してください。はい。あっえ、お姉ちゃんいないけど。 お姉ちゃんえ何が起きてんのお姉ちゃん先にお家に帰ったのかなお家に帰ってみようわかったあ、スタートボタンの地図はいお家ここね行こうえー待ってな何が起きてるんだろうあ、なんか光ってる 懐中電灯、お姉ちゃんのじゃないかさっきの。お姉ちゃんの、かなライトをつけてみよう。おういしょうなになんでびっくりした。えあ、あ、自分で動ける。これ、逃げた方がいいよね。待って。な、もう、ええなにあれ明らかに、この世のものじゃないけど。 あ、やばい、待って。挟まれた。うん。あ、わかった。わかった、わかった、わかった。これだろう。多分、この赤いモヤモヤが、彼らの今の場所。え、近い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 。ほら、過ぎてった、過ぎてった。 大丈夫そう。なんかさっきこの辺でハテナ出てた。あ、出てる。あれあ、そうか。ハテナが、あ、向いてる方向。あ、そういうことか、そういうことか。あ、あぶゃたあー、いた今気づけなかったもうこれ心臓に悪いなあこっからか。え、心臓に悪い悪い。びっくりするわ。え、すごいのスイッチオン今すごかったけど、大丈夫って。今のちょっと面白かったけど。あ、あこっからか。さ、よ、よけるよける 行ったらこれ行った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 。絶対行った。あーまだいる。まだいるけどもだ。まだいるけどもだ。よし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 ,よし。みんなやりましたよ。みんなやりました。影丸やりました。待って、まだいた。別の、別のやつがいたね、今ね。明らかに、いたよね、左下に。えー、待って、これどう、えー、これ、ずっとこうやってやっていけばいいのが正解なのか、これが。 えずっと動かないけどそっから。え近い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 。こっちに逃げればいいのかこっちに逃げればついたてがなくなってたりとか、そういうことは、ないでしょうかあ、なさそう。あ、あ、あ、あったあったあったあ、進んだもう怖かったずっと。あの黒い影めちゃめちゃ厄介なんだけど。ちょっと待って。あ、来たあ、10円え、10円 あ10円だ。マジ <laughs> ?10 円か。今はいいな10円は。あ待ってなんか。そうちょうどそれそれそれ。多分さっき見えたらお、あまた光ってるのもあるけど。さっき見えたらおそくこれだな。おじじょお,おじじょう、<laughs> お地蔵さんだ。地蔵に10円玉を備えると中間成分ができます。なるほど、アイテム制なんだ。 しとこうでもしとこう。お供えする。中間セーブ。よし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 。あ、10円嬉しい。いつでもセーブできるよ。あー、なるほど。オッケーオッケー、理解した。さあ、えー、お家遠いな。ただ、さっき通れなかったところが通れるようになってるのはでかいね。これ、公園も行けるんじゃないかさあ、さあ、さあ。こっちが、えー、こっちがお家だ。 あ、待って、この人、あ、公園だあった、公園。こ、公園、ここ、園、ええ、じゃない <laughs> こういう時にもダジャレは考えていくから。さあ。ちょっと、あ、ああれ、でも、追っかけては来ない。あ、でも、移動してるな。砂場。砂場、あ消えた。 あ、あ、はい気づかなかったあ、やばいあ、ダメ、ダメかもしれん。待って、どうしよう。あ、やばい。あ、やばいやばいやばいあ、やばい。普通に追ってきてる。なんで光や、あ、なんで光当てないと見えないのこいつ。厄介厄介一旦入ろう。あいつは、スルーで大丈夫そうだぞ。あ、あった絶対これだろう。来たスコップよしよしよしもうここに用はない。 あいつはうまいことこれを使ってまこう。さすがに待って、また別の口があった。パズルのかけらさんって何ですか待って、いろいろはてなかった。あっ進めない嘘だろここじゃ危なかったよし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 。影丸くん、影丸くん逃げるのうまくないかい走って、回って。うー、なんか音がすごい。あ、あ、また、またガタガタガタってなったけど。よし、近い近い、おうち近い。あ、待って、なんか、 お賽銭投げ込めそうなとこあるけど。近い近い。あ、もう今、構ってる暇ないね。うん。待って、お地蔵さんがここにもある。で、ここが多分さっき。あ、に？なに？あ、になになにやばいやばい待ってどうしようえ、え、出れないえ、待って助けてどうすればいいのあ、あ、やばい待って待ってお願い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 行け行け行けここかここ自宅かあ、違う隣だあ、違うあ、ここだ違うここだ来た来たからお家入ろ

そういうことね。ちょっとこうスニーキングしつつってことなのね。いやー、なるほど。お。これ日記か。夜の街。いなくなったポロをお姉ちゃんは探しに出かけました。でもお姉ちゃんも帰ってきません。私はポロとお姉ちゃんを探しに夜の街へ行こうと思います。まだそんなに遠くへ行っていないはず。 あ、かわいい部屋。え、かわいい部屋。え、めっちゃかわいい。あ、すごいガタガタガタって。いろいろ調べたりできないかな。クマちゃんとかいるけど。かわいい。え、めっちゃかわいいな、この部屋。どこ、あ、ここか。あ、ここでセーブができるんだね。なるほど、オッケー。とりあえず、ここは調べたりはできない感じか。うん。ご両親はいないのかなんか、うっすら光ってるけど。あ、お外行く。ちょ、ちょっと待って、ちょっと、こっち。 でも調べたりできないから行くしかないのか。じゃあ行こう。う音が。音細かくていいね、すごく。この街の暗い感じもすごいよ。で、スコップスコップ。あ骨の形のガムを拾った。骨の形のガムあ、そうか、こういう時に。えーと、あ、使えるアイテムではないと。えーと、これで、 あ、お家へ帰るとかもある。なるほど。ノートを開く。あ、これがスコップか。公園の砂場にあったちっちゃいスコップ。おもちゃだけど、箱ぼれしてない。なるほど。ん懐中電灯お姉ちゃんの落とし物。私の手にぴったり収まる大きさ。骨の形のガム。骨の形をした犬用のやつ。ポロの大好物。犬がいの裏に埋まっていた。なんか犬ってさ、好物とかさ、なんか取っとくためになんか埋めたりするよね。かわいいよね。さあ。ただこれで、 こっからポロ見つけられんのかとりあえず現場に行きたいけど、あれどこだったんだろうあれどこだったんだろうねこの辺かなでも崖とか峠とか、その辺なのかなとりあえずは、でも、どこに行けばいいんだろうプール、学校かマップを埋める形でこう左側に行ってみるかうん。そういう感じで行こう。 走りつつ、あ、なんか落ちてる。10円じゃねえか来たー。ま、さすがに自販機の近くに落ちててね、石ころだったらそれは怒るわ。はは。10円でよかった。こっちの方行ってみるかまだ行ってないね。お、カーブ。えどこどこ行ってるんあ、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 あ犬、犬、犬、ポロ、ポロ、ポロ。あ、あ、待って、近い近い。あ、あ、 こいいつは、害は害ないのかガッサガサ言ってっけどでマンホールにも近づかないようにしようさっきちょっと冬打ちからったから今絶対痛いたよねよポロあっほらほらでもなんか今ちょっと薄くなかったかちょっとだけ中間セーブしとこ怖いからしとこ いや、待て、もうちょっと取っとこうか。ああ、でも俺こういうの取っときたくなっちゃうタイプなんだよな。どうしよう。ちょっと待って、迷う、迷うぞ、すごい。この外注外、外注電灯外、外、ん外灯外中、今、外中電灯となんか混ざったね、今ね。外灯の今のジーって音もリアルで怖いな。あ、学校だ、ここ。んあ、勝手に動いてる、今。あ、いた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  あポロここは開かないどこか別に入れるところはないかな周りを探してみようとマジかー絶対今そうだったよね犬だったよ尻尾が見えたでもなんかやっぱり薄かったから。 幽霊とかそういうことなのかなああ、えちょ待って。うまいことこれ。何あれめちゃめちゃ回ってるけど何あれえ、え、めっちゃいるけど何あれあれスルーでいいのかえ、待って。がっ、え、待って。 空き地なんか空き地からこう侵入みたいなそういうなんかよくあるやつ違うえ待ってでもこれ今すごいさ、俺さ、坂下ってるよね。ああ、見せああああびっくりしたダメだ。待って。こっち違う気がする。え待って、こっち違う気がするな。さっきの頭ぐるぐるマンが怖いからちょっと、あれだけどひ、あ、あ、 近い近い待って待って危ねあぶね今追いかけてきてた今明確に追いかけてきてたよね。えー、待って、なんか人手間みたいなのもいる。近い近い近い危ねあ、こっち行けそう。あいつ多分さっきのやつだな。あ、中間セーブしようしますしますはいはいはいします、はあよし,よし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 。 別のお地蔵様まで移動、あそういう機能もあんのね。いや、それはいいや、今は。こっちから行けたりしないかえー、っと、えー、っと、あー、待って。思った以上にスリリングでびっくりしてるんだけど。こっちは、あでもなんかつながってそうじゃないか。違うかなんあ,あなんか違うわ。えあでもこっちから上がれそう。 あ,あ、待って、待って、待って。待ってくれ。うわ、うわ、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 わあ、やばい、これ、やばいやつだ。ダッシュが。あ、あ、あ、待って、行き止まりだあ、あ、やばい。ああ、もうダメだ。ああ、マジか。あ、違いました、皆さん、ごめんなさい。行 <laughs> き止まりでした。誰だ、上、誰だ上行けるって言ったやつ。先生、怒らないから黙って手を挙げなさい。 なんかゴミ捨て場焼却炉とかあの辺怪しくねえかちょっと行ってみるか。いやーダメだってばよー。でもこれやられても地図は残るんだね。これでかいな。こっち行ったら、この上に惑わされずにこのまま下に行きます。出したらちょっと抑え気味に行く。あ怪しくないここね。ここ怪しくないなんか。あれこれこっちあー、行ける。あ、結構進めるぞ。 あ、空き地、あ、ここが空き地だ。怪しくないなんか。学校に隣接された空き地、あ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 ,、ouais. あ,まあ,あ、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 また足、足、あ、ちゃいや、ちゃいや、空き地も言えないのかあ、10、uh, 円だ。やった。空き地って怪しくないか右、あ、え、まって、色々ある。あ、また落ちてる、なんか。箱でできたロボ。箱でできたロボ。段ボールでできたテントだ。つぎ上げだらけで今にも倒れそう。 誰が作ったんだろう秘密基地とかそういう感じかななんか、学校の横にあるお地蔵さん、そのそばの線を低い木の下に、抜け穴が隠れてる。通った後は葉っぱで穴を隠すこと。あっ抜け道のメモえ、がっつりヒントってかほぼ答え。のと見よう。えーっと、これが、汚い文字のメモ。学校脇にあるお地蔵さんのそばに抜け道があると書かれてる。 その学校、多分小学校か中学校ぐらいだろうけど、学校の生徒の書いたやつかな。で、箱でできたロボ。お菓子の箱で作られたロボ。今にもお空へ飛んでいきそうなポーズをしている。かわいいね、確かにね。多分ここはあの学校の、ね、なんか、秘密基地なんだろうね。子供たちの。なんか脇っちょ、この辺。ああ、普通にこれか。ね。で、ロボットを置いてったんだ。このお花とかは関係ないか。うん。よーし、隣にあるお地蔵さんだな。 多分俺がさっきセーブしたやつとは別のやつだよね。見に行ってみよう。待って、もうか回、もう一回見にちゃうで、学校のどこだってさ。学校の脇にある。あったっけなちょっととりあえず探しに行くか。学校脇の地蔵ってこれかなって <noise> ことはこの辺にある低い、背の低い木ね。おう、しょえ、なんでもう、いけないじゃん。 ええ待って、どうしよう。違うえ他にあったっけな待って、一回あいつらをさ、こう、おびき出す作戦やってみない。こっちに、こうやって。ほら、こうやって、もう一匹も。おいで、おいで。なんでこっち見ないのあれ行っていいの行くよ、じゃあ。知らんよ。 これだよし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 。えー、っと、なんか、こういうとこお地蔵さんがこの辺にあったら、あ、でも、あ、こっちはプールだなああ、びっしもう、手がすごい。なんかよく、あ、なんだあ、また掲示板が。田んぼの北側にある峠で若い女性が、 行方不明になっています。あ、隅っこに落書きがある。学校の、えー、プールのそばの地蔵さん。その近くにある背の低い木の下に。あっ待って。プールのそばか。あ、じゃあこの辺だ。あ、この辺だ。マジであったー。これか。待って、あ。 なるほど。ああ、結構さまよったわ。ちょっと待って。じゃあ、セーブしよう。ちょ待ってちょ、ちょっとやめって、ってこれ難しい。これ難しいやつ。よし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 。よーしよ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 し。はーい。えー、じゃあちょっと一旦、今回はパート1をこの辺にしましょうか。いやいやいや、最後の、ここの、木の下、ちょっ入り方を。お、ああ、普通に入れるんだね。オッケー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 。 いやいやいや、これ結構探しましたわ。えー、ということで、じゃあちょっと今回はこの辺で、次回もね、引き続きやっていきたいと思います。次回はこの学校の中に入っていく形になるのかなえー、あのー、ね、うっすら見えた犬の影は果たしてポロなのか。いや、でもあの、多分100%、まあ、惹かれちゃったっていうことだとは思うんだけど、ただお姉ちゃんがあの時どこに行ったのか、なんで隠したのか、この女の子を、 とかいのでそののでそそ辺がおらくく解明されていいいかなと思いますいや、だいぶね、思ってたよりも、こう、スリリングだったけど、いこれはこれですごい面白いです。ということで、えー、今回はこの辺で、次回も、えーま、お楽しみにということで、よろしければチャンネル登録、コメント、高お願いします。また、他の動画や次のパートでお会いしましょう。バイバイ。